プロテインバーのメリットは何と言っても、いつでもどこでも手軽にタンパク質を摂取できるということです。いくらタンパク質をとっても、腸内環境が悪くなって、便秘や肌荒れ、免疫力の低下につながってしまっては本末転倒です。はい、ファスティングマイスター健康美容食育士のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。今回は美味しく健康きれいになれるおすすめのプロテインバーをご紹介したいと思います。おやつ感覚で手軽にタンパク質を摂取できることで、最近プロテインバーがちょっとしたブームになっています。スポーツや運動、筋力トレーニングを行う方はもちろん、美容や健康を意識している方におすすめのプロテインバーをご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはなぜ今プロテインバーがブームなのか、簡単に説明させていただきます。プロテインバーのメリットは何と言っても、いつでもどこでも手軽にタンパク質を摂取できるということです。粉状のプロテインとプロテインを溶かすための液体を持ち運ぶ必要がなく、固形物であるプロテインバーをいつものバッグに入れておくだけ。運動やトレーニングで傷ついた筋肉はタンパク質などの適切な栄養補給と休養で回復します。また運動後は体が失ったエネルギーを欲して栄養の吸収力が高まるので、運動後30分から45分以内にタンパク質を摂取することが理想とされています。そんな時にプロテインバーは手軽にベストなタイミングでタンパク質を補給することができます。またタンパク質は肌の再生や髪の毛のツヤ、コシを生むためにも必要不可欠な栄養素です。忙しい朝に朝食の代わりに、または午後の小腹が空いた時、おやつの時間にお砂糖たっぷりの甘いお菓子を食べるのではなく、プロテインバーを食べることによって美味しく健康的にきれいになれるおやつになります。そんな良いことばかりのプロテインバーですが、実は落とし穴があります。それは人工甘味料やトランス脂肪酸の問題です。こちらをご覧ください。残念ながら大手食品会社が製造販売されているプロテインバーのほとんどが原材料に人工甘味料やトランス脂肪酸を使用しています。特にトランス脂肪酸は植物油脂やショートニングなど紛らわしい表現をされているので注意が必要です。これは製造コスト、販売価格を抑えるために致し方ないことなのかもしれませんが、せっかく健康きれいになるためにプロテインバーを食べるのに、このようなものを摂ることはお勧めしません。プロテインバーだけではなく、自分の体に入れるものを買うときは原材料にどんなものが入っているかをチェックする癖をつけましょう。またプロテインバーを選ぶ場合は、ホエイプロテインやカゼインプロテインなどの牛乳由来の動物性タンパク質ではなく、大豆由来やエンドウ豆由来の植物性由来のタンパク質を使ったプロテインバーを選ぶことをお勧めします。動物性タンパク質の欠点として、腸内環境を悪化させる働きがあり、いくらタンパク質をとっても腸内環境が悪くなって便秘や肌荒れ、免疫力の低下につながってしまっては本末転倒です。大豆由来またはエンドウ豆由来の植物性タンパク質を摂ることによって、タンパク質だけではなく豆類に含まれる食物繊維も一緒に摂取できるので、むしろ腸内環境改善、便秘や肌荒れの改善、免疫力向上につなげることができます。そこで今回私がおすすめするのがこちら、ネイチャーカーンさんの CBD クッキーと CBD ブラウニーになります。私がいつもお世話になっている CBD オイルのネイチャーカーンさんが今回 CBD オイル配合のプロテインクッキーとブラウニーをリリースされました。こちらの CBD クッキーとブラウニーは人工甘味料やトランス脂肪酸はもちろん不使用で、 100% ビーガン素材、遺伝子組み換え食品不使用の GMO フリーのこだわりの素材で作られています。タンパク質は大豆由来とエンドウ豆由来の植物性タンパク質を使用されており、
こちら1つのクッキーで 12g のタンパク質、卵2個分のタンパク質になります。そして 2.9g の食物繊維、バナナ2本半分から3本分の食物繊維が含まれています。さらに CBD オイルが 25mg 含まれていますので、 CBD オイルの健康効果であるストレス解消や不眠の解消を期待することができます。クッキーのフレーバーはダブルチョコレートとチョコレートオレンジの2種類、ブラウニーのフレーバーは同じくダブルチョコレートとソルトキャラメルの2種類。クッキーはサクサクした食感で軽く食べられるのでおやつ代わりに、ブラウニーはねっとりした食感でかなり腹持ちが良いので朝食代わりに摂るのが個人的におすすめです。ただし注意点があります。美味しいからといって食べ過ぎ注意です。 CBD オイルはその方の年齢や体格、健康の悩みによって推奨される最適な量というのがあります。1日 30mg という方もいれば 50mg という方もいます。そのためまずはご自身の CBD オイルの最適な量を計測した上で摂るようにしてください。2分で簡単に自分の CBD オイルの最適な量を計測する方法はこちらの動画でご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。動画の詳細は下の説明欄に貼り付けておきます。ということで今回は美味しく健康きれいになれるおすすめプロテインバーとしてネイチャーカーンさんの CBD クッキーと CBD ブラウニーをご紹介させていただきました。スポーツや運動、筋力トレーニングを行う方はもちろん、美容や健康を意識している方は美味しく手軽に良質なタンパク質、食物繊維が摂れるネイチャーカーンさんの CBD クッキーと CBD ブラウニーをぜひお試しください。また現在ネイチャーカーンさんでは4月27日から5月9日までゴールデンウィークセールを開催中だそうです。今回ご紹介しましたこちらの CBD クッキーと CBD ブラウニーも特別割引価格で販売されているそうです。さらに今回この動画をご覧になっていただいているあなたのためにセール価格からさらに 15% オフを上乗せできる特別クーポンも発行していただきました。ですが今回セールになる CBD クッキーと CBD ブラウニーは賞味期限が5月末までということですのでご注意ください。ぜひこのチャンスをお見逃しないようにしてください。あなたの日々の生活をより健康に、より豊かにするためにこちらの CBD クッキーと CBD ブラウニーをぜひお試しいただければと思います。では本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。この動画が役に立ったという方はぜひですね、高評価いただければ励みになりますのでよろしくお願いします。また動画に関するご質問がありましたらコメント欄にてご質問いただければ順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。